巷のおんちゃん新篠津村編。ここは農家のお母さんたちが集まるニットの会。村の羊の毛を刈って手作りのニット作品を作っています。いろいろありますね。器用に編んでますね。羊の毛を洗ってすいて毛糸にする、そんな作業をもう30年も続けているそうです。糸を紡ぐところからやってるなんて素晴らしいね、おんちゃん。かわいいんだよ。売れなくてもいいの、これ作って楽しんでる。今みんな静かだけどね、賑やかなんだよね。こちらでは羊の座布団を作っています。羊毛に石鹸とお湯をかけると固まっていくんですね。ほら、羊の顔と足です。アイデアですね。おしゃべりをしながら過ぎていく楽しい時間、なんだか羨ましいですね。